もうすぐ夜明けだ。2022年4月19日火曜日午後5時の生放送がもうすぐ始まるよ。日刊日刊生放送。出発の時が来た。さらばふるさと、思い出の山よ川よ今、鐘は聞こえましたか。朝焼けの丘を越え、青年は青年は荒野を目指す。みんなで行くんだ、苦しみも分け合って。さらば春の日よ、ちっぽけな夢よ明日よ今、夕焼けの谷を越え、青年は青年は荒野を目指す。ということで、昨日果たせなかった、青年は荒野を、ちょっとですね、画面をですね、小さくしてが出ないとね、ひげが大きく映ってしまいますからね。これを昨日月曜日にやろうってね、気としてたんですけどね、家に帰ってくるのがね、4時59分ぐらいに滑り込んできてね、まあ、とてもとてもできなかったわけですけども、今日はそれを果たすことができてね、念願を果たすことができてですね、私としては大変喜んでおります。うん。いいですね、王さんがね、元気出ますね、とかって。もう最高ですよ、そういうの言ってもらって。ね、私の番組見てですね、見たらだんだん気分が下向いてきたじゃなくってね、元気が出ますね、とかって言ってもらったらね、最高ですよ。ね。青年は、荒野を目指す。パッパー、パッパラッパー。ということで、これはですね、フォーククルセーターズって、フォーククルセーダーズっていうね、一世を風靡したグループがありまして、その持ち歌の一つですね、それのカラオケで2022年4月19日火曜日午後5時の生放送っていうのをね、いつもように今日のテーマソング、でこの歌すごい気に入ったからね、ちょっと一回だけでお蔵入りっていうことは考えられないね。またしばしばね、使ってしまうんじゃないかなっていうね予感がしてるわけですね。で、早く第一部に行けっていう影の声がね、なんとなく聞こえてきそうな。で、昨日その教会を去った日、教会へ帰った日っていう、これは二部絡みで、1984年にクリスチャン新聞がね、どんな記事出したか、その中で、そのアンケートですよね。で、そのテーマが、教会を去った日ということで、せっかく洗礼を受けてクリスチャンになった。ね、イエス様信じてね、信仰の仲間ができた。教会行くようになった。それなりにこう、つまずくっていう現象が起きて、去ってしまった。で、これを、まあ、もう、何通って書いてたかな？何千っていう規模で郵便ね。その、牧師さん、信徒さん、ね。それから、教団教派とか、地域とかを偏らないように、アットランダムにパーッと送ってですね。そしたら、こう、非常にレスポンスが良くって、で、こう、送り返してくれる回答、というのはもう小さい字でね、私が体験したことはこうでこうで、牧師の側は牧師の方で体験があるだろうし、
信徒の方は信徒の方でこういうふうにすごい痛い目にあったね。で、教会出て行かざるを得なかった。今はもうそういうことは非常にね、取り組まないといけないテーマ。うん。だけども、1984年の時点でクリスチャン新聞とね、関西ミッションリサーチセンターっていうのがコラボを組んで、アンケート調査やったわけですよね。で、このローザンヌ宣教シリーズ。ローザンヌってのは昨日も出ましたけども、アルプスの物語、ね、私のアンネットのね、弟くんがね、怪我させられて足が歩けなくなった隣の村に、ローザンヌ、大都会ローザンヌの偉い腕のいい外科医のお医者様が来てるのを知ってですね、彼はですね、名前何やったかな、今ね、名作アニメ、もう一つの物語とかね、あ、これはこう、種本なわけですよ。これがね、アンネットの主人公と副主人公、これね、まあ、ついでにね、だから世界名作劇場、アルプスの少女ハイジとかね、母を訪ねて三千里のマルコとかね、パトラッシュ、ね、ネロとかね、ロッキーチャックとかですね、そういうのをやったシリーズですよね。ムーミン。ムーミンも世界名作劇場ですよ。カルピスとかね、ハウス食品がスポンサーでついてね、もう名作、赤毛のアンもそうでしょ？走っても走ってもってやつですよね。うん、なんかあんまり相対、トム・ソーヤの冒険ももちろんやりましたし、その中に堂々と出てきて、ポリアンナなんか、これはもう見るからにアクリスチャンの話だなってわかる話なんだけど、まあアルプスの少女も非常にこれはもうキリスト教文学としか言いようがないね。そういうものですね。それでね、ちょっと横道にばっかり、それちょっと待ってよ。一番肝心なのが、私のアンネット、私のアンネットで、私のアンネットのね、副主人公の名前をね、あ、ルシエン。ルシエン君とアンネットちゃんですよ。で、ルシエンが弟に怪我させたっていうね。S 君がヘレンケラーはないのとかってね、いうこと。ヘレンケラーはね、実在の人物でね、世界名作劇場とちょっと枠が違う。で、その、ルシエンがもうここぞとばかりね、ローザンヌ、大都会ローザンヌのお医者様がね、外科手術してくれたらね、その弟の、弟、名前何やったかな、ピーターじゃなくってね、自分が怪我させた形の、アンネットの弟も、ね、結構複雑骨折を治してくれて、で、一生懸命、その、嵐が来そうな晩に峠を越えて隣の村にね、月夜の晩に行くわけですよ。で、その、行かせてから、彼の後見人みたいなね、お年寄り、その人もね、ちょっと後悔しても一生懸命祈っている。ね、アーネットのお家でもお父さんやおばあちゃんがもう何もすることはできない。とにかく一生懸命祈ってる。で、物語の中でルシエンが峠を越すところでも、もう自分は無理だ。吹雪いてくるし、力尽きて、もう意識が朦朧となって、雪の中で。ところが、はっと目が覚めてね。そしたら風が止んで、月明かりで、もうすごく高校と見える。で、よく見たらもう峠を越して、目的の村、が、もう、すぐ、先だ。それはね、神様ですよ、神様。そうとしか言いようがないですよね。だから、私のアンネット、ね、原作は雪の宝なんですけども、雪の宝、当時、まだ存命の作家、ね、存命の作家がやった話っていうのが、世界名作劇場の中で二つか三つあるわけですけども、その、取り上げるだけの値打ちのある作品ですよ。人間の真実。ね。許すことができないとかね。ついついいじめてしまうとかね。そういう心っていうのを扱って、そういう中で、その、
もう一生懸命医者を呼びに行こうとする、もう倒れるんだけど、目を覚まして、そしたらもう目的の村までね、もう一本でスキーを履いて、ほんで先生のところにね、ホテルまで訪ねて行ってですね、一生懸命頼む、もう尋常でないね、頼まれ方をして先生もですね、これは行ってやらないわけにはいかないということで、わざわざ電車に乗って、列車に乗って足を伸ばしてね、アンネットの弟を見てくれる。ところがその中で驚くべきことが発見して、そのルシエンのその木彫りの師匠ですよ。そのアルプスの少女ハイジで恩師がね、山の中に一人こもって寄捨て人みたいになってた。それは暗い過去があって、村人とも、教会とも、神様とも、喧嘩して離反して一人だけ俺は山の中住むぜって言っちゃった。そこにハイジがやってきた。これハイジの物語だったんだけど、そのアンネットの場合もそのまさに恩師みたいなね、そういうおじいさんがいて、彼はまあ昔若い時に血の気が流行って銀行強盗かなんかやってね、人を殺めるというようなこともあって、結局家族からも離れてね、まあ食材っていうようなことで森の中に入ってハイジといえばトライカーとかってね、いろいろチャチャが入ってますけども、元ね、元トライの関係者からのコメントが入ったわけですが、そのあれだよなんだっけ、そのルシエンに木彫ね、木彫り、ルシエンもともと好きだったんだけど、この子供はすごい才能がある、でわしのところに習いに来んかって、それを本職でね。で、それを町で売って、日々の糧を得ていた。で、それとともに、とにかく世の中のために、償いのためにね、自分がもし役に立つことがあれば、ということでお金を貯めてたわけですよね。で、そのお金を、ルシエンの、そうそう、こういう事情、ね、アンネットの弟を、なんとか直してやりたい。でもそんな大都会ローザンヌの医者に来てもらうのにね、お金がいる。でおじいさんが事情を聞き出してね、俺が出してやる。で医者のところにね、峠を越えて、そしたらなんとですね、その医者はね、その老人の息子さんだったんですよね。いや、その物語そのものはね、雪の宝とか読んでください。あるいはこういう本も、これのアンネットだけのやつもあるしね、小説アンネットもあるし、まあビデオとか出てるかもしれませんね。なかなか人間ドラマとしてもね、感動的ですよ。で、初めはね、お父さんどうやってこの金を手に入れたんだ。昔銀行強盗やったような父親だからね。もう人にはばかられるようなね、そういう金の手の入れ方をした。可能性もないわけではない。ちょっとこう、警戒感をずっと持ってるんだけど、だんだん話をしてね、お父さんが一生懸命自分の手で木彫りをしてね、そういう流れでルシエンを助ける。ルシエンを通して、アンネットの弟を助ける。そういう流れになったんだ。でも感動の親子の再会ですよ。お父さん、本当に長い間ご苦労をおかけしました。ぜひローザンヌに出てきて、私たちと一緒に暮らしてくださいという物語も、同時にこのアルプスの少女、私のアンネットでね、だからその中でそこに至るまでにルシエンがアンネットからね、非常にこうひどい目に遭わせられるのでね、弟に喜んでもらおうと思ってね、ノアの箱舟、船服って中に動物たくさん入れてね、ものすごい手間のかかる細かいね、それをアンネットがね、家に帰ったらそれがルシエンが作ったっての分かったらね、もう、なんていうかな、怒ってる気持ちが抑えられなくって、ゴミ箱へパーンちゅってね、凶暴アンネットですよ。だからね、ニコニコ動画でアンネットの主題歌やったらね、先週か先々週やりましたけど、コメントがだー出てくるときにね、もう、名作劇場中最悪のね、黒ヒロインとかね、最強の女とかね、
サブ主人公を自殺の間際まで追いやった世界名作劇場中唯一の悪女っていうね。そういうコメントがわーっともう山のように流れてきてですね。でもその中にね、あれは名作だったわ。ね、いいものを見させていただいて。不思議な名作なんですけど、中身としてはそういうことがあった。なんでそこを言わないで流れたか。ローザンヌですよ。ね、その大都会、スイスの大都会ローザンヌで、ローザンヌ世界宣教会議っていうのをやって、アフリカからも、アジアからも、いわゆる福音派の教会の代表がみんな集まってね、ローザンヌ製薬。ね、ロート製薬じゃないですよ。お薬じゃなくって、お約束の方、誓いですよね。うん、ローザンヌ製薬。その中には、その福音派の教会クリスチャンもね、社会的責任ということをバシッとね、意識して担っていきましょう。ね。だから制約だから全然拘束力もないし、ね。また教理的にこうしないといけないっていうようなもんではない。だけど世界の福音派の流れとしては、そういうことを大事にしてやっていくのですよ。というね。S 君がロート製薬ってこう突っ込んでくれてますけど、そういう類のことを今言ったわけですね。で、その中にいろんな文化界があって、イスラム圏伝道であるとかね、あるいは都市に住んでる人々へのアプローチとかね、飢餓の問題に対するアプローチであるとかね、災害救済援助であるとかね、聖書翻訳の問題とかいろいろある、で、その中に、その名目上のクリスチャンっていうテーマが、ローザンヌのテーマとしてあったわけだ。で、日本としては、その受け止め方っていうのが、日本の場合は、教会を去った日という形で一番、深刻に出てくる。だから、洗礼を100人受けたとしたら、80人ぐらい卒業して、ホタルの光ってこう、いなくなってしまう。こういう日本の教会の実態があるわけでね。なんか構造的な問題があるはずだ。それがすなわち日本における名目上のクリスチャンの問題の受け止め。そして教会を去った日。それだけでなく、教会へ帰った日という人もたくさんいるんだから、そういう良いケースに学びましょうよ。ということでね。だからそのアンケート調査に基づいていろんなケースをみんながばーっと山のようにね、人気のディスクジョッキー番組のようにお便り送ってくれたわけですから、もうその中でよりどりみどりですよ。ね、今田記者がね、まだ当時髪の毛がふさふさしててね、その髪の毛を振り乱しながら東へ西へ走って足で稼いで取材して、いろんな人のそういう人々の話を聞いて連載をしたわけだ。教会を去った日、教会に帰った日。ところがそれがね、何年に載ってるかってまだ未だにわかんないんですよね。だからそういう時代のは検索機能でね、教会を去った日って入れたらピュッとね、検索機能があるが一発で出るのにね、出ないんですからね。わかんないんですよ。困ったもんですよ。だから一日も早くクリスチャン新聞固有名詞検索機能っていうのをね、実現してもらわないといけない。で、それを本にして、ローザンヌ宣教シリーズ、ということで出した中に、教会を去った日、教会に帰った日、ね。その中の話の一つでも二つでも、第一部でね、やろうかな。やっぱこれ、隣の教会が魅力的に見えたが、というね。だからこれ、クリスチャン新聞の中でやったんだ。で、これをまとめ直して、教会を去って、教会を変えたりになったわけでね。展開したことを間違っていたと感じたのは、展開後1ヶ月も経たないうちだった。こういう書き出しですよ、今田記者ね。こういうのね、コールドオープニングってわけですね。私は高校の時放送部にいましたから、ドキュメンタリー番組なんかをするときにね、いきなり素材の中の一番美味しいところをバッと出すわけですよ。だからここだったら展開したことを間違っていたと感じたのは展開後1ヶ月も経たないうちであったという言葉をねピュッとぶつけてくると
コールドオープニングでね、始めまして、転勤や転居といった外的要因がなくっても他の教会へ移る人がいる。やむを得ない事情と推察できる場合もあるが、むしろ本人自身の問題であることも多い。浅井富夫さん、43歳、仮名のケースもそうだろう。取材に応じてくれた浅井さんは誰を責めるでもなく、淡々と10年間にわたる自分の魂の遍歴を話した。まあ、この場合は、その仮名浅井さんっていう人が自分の方に問題があったっていうことが後になってわかりました。ね。うん。で、この中の込み出しなんか見た役員の腹立ちとかね。和解はしたのだが、とかね。御言葉に背き人を見ていた、とかね。見方が変わった、とかね。まあ、なかなか珍しいですよ。自分の方が悪いとこがあった、なんてね、思う人はね。めったにないですから。だから教会を去った日、教会を去ったままっていうのが、日本のには国土にね、そういう人が山のようにね、渦漏れてるってわけでね。あ、そうやったら全然教会行ったことはない人をね、ポン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 はね、したらええやんっていう発想一方で、だけどなんで教会を去ることになっちゃったのか。これはね、秀逸な連載企画であったと思う。クリスチャン新聞企画の中で昨日思いましたけど、もう確実にね、3本の指に入ってる。ユウさんがね、身内は真っ只中ですって爆弾発言がボーンとね、私の生放送ですからね。そんなね、何万人も見てたらね、なかなか大変ですけど、そんな見てないですから。どっちにしても。ね、私も爆弾発言し放題。コメントも爆弾コメントつけ放題。これがね、私の生放送の醍醐味ですよね。これでね、これの中身にね、もうちょっと行こうかなと思ったんだけどね、もう行く時間もなく、これね、第2部をやるっていうのはね、やっぱ定めですからね。定めに従ってですね、1984年の、教会を去って判決しました。それ以外のね。で、今日も、その12月の最終号で、一連のまあ総括みたいなね、感じの記事を、なんかポカリスエット1本とかね、ちょっとね、送ってほしいわ、タッチ君かなんか。俺喋りすぎでね、喉が渇いてるんだね。で、一面トップがまあこれで、今見てもらった通り、脱教会体験者5割こす。っていうことは、今実際教会来てる人の半分は、ね、教会一抜けだってやった経験があるっていうことですよ。戻った人も多いにしても、脱教会体験者5割こす。これ統計ですからね、推測じゃなくってね。で、関西ミッションリサーチセンターが意識調査ということでね。で、その中身に分け入って、これから分け入っていくのですよ。でもアンケート調査やって蓋開けましたというのは12月の23日号の一面のトップということでね。で、それを後日クリスチャン新聞が教会を去った日、教会に帰った日っていうね、生々しくもいともめでたき物語に仕立ててですね、仕立ててっていうか事実をリアルに取材して、うん。で、その話を第一部でやったわですが、その年末号の2面3面が84年回顧と展望で、そのトップにまあその論説的なね、論説がね、この論説、こっちの論説書いてるのは船木真、もう今は亡き船木真ですよ、懐かしいですよ。で、船木真がまあ書いてるようなこととほぼ同じような響き合う内容、見えざる鎖と霊の戦いね、世界の中で問われる日本の選挙、こういう見出しを立ててね、定めにしてたらって第2部とかワイスで書いてくれたね。私が勝手に決めた定めだから勝手に破ったらいいんですけど、ルールっていうものをね、制約を守ってやる中にこう楽しさがあるわけでね。ポンポン思うが破ってたらね、やっぱりね、面白いものにならないわけですね。俳句でも575でやるからね、妙味があるわけであってね。破ってたら、まあ、自由形式とかそういうのもあるけどね。
これはやっぱり五七五を守ってる俳句あらばこその自由律ということであってね。俳句、とにかく第2部行けっていうことでね。その、一番年末号の、その、一年の解雇と展望、ね、世界の中で問われる日本。だから日本の置かれた位置っていうことが、パスポートが一番どこでも入っていけるようなね。そういうパスポートを持ってる。またその国民一人一人のこう自由さ、ね、束縛されないっていうのが、驚くほどね、そういう国なんだ。だから世界における、このイエスを伝えていくということを大きな戦略から見たらもう要所なんですよ。そういう目で世界のクリスチャンは日本のことを見て、日本のために祈ってくれていますよ。日本の教会に期待しておりますよ。っていうね。そういうことを一番初めの方に、書いてる。それからその経済的問題にしても、もし日本国民が生活水準を半分にすれば、世界の飢餓問題は解決されるとね、発表した新聞があった。だからその富の問題ですよね。うん。で、この頃は日本はもうもはやアジアの一国ではない。脱アジアっていうようなね。でも今、ここから20年、30年経って日本はもう一度貧しい国へ転落って、もう時代状況が全然違うよね。だから84年っていうのは深刻な問題意識はあったけど、今の方がね、もう深刻なんですよね。だけど深刻深刻って言っててもね、確定申告じゃないですけども、申告申告って言ったらね、申告の問題が解決するわけじゃなくて、やっぱり元気を出してね、前に向かっていけるようなね、元気を持ちながらね。だけどまあ、冷徹に問題の本質を見抜いて、そこをピッとやっていけるようなね。それをできるだけたくさんの人と手をつないでね、水面下でもいろいろ仕掛けてやっていくっていう。だからいろんな人がそういうことを目論んで企んでね、だからまた大同団結してやっていくんでしょうよ。ね、私の生放送とかでもなんかちょっとでも役に立つところがあればね、立ちたいと思ってますけど、それから皆さんが生放送を見てくれるっていうことはね、そういうことの助けにもなるかもしれないっていうね、体現総合をしてるわけですが、その日本が持って、日本の教会が持ってるポテンシャリティっていうものがあって、世界も注目しておりますよっていうことを80円の時点で言って、74年にローザンヌ誓約が出されて10年経ってるけどもね、福音理解、聖書信仰の確立という本質的内実が問われるとともに、その責任の広がり、だから社会的責任っていうことですよね、それが問われてるんだけど、てんてんてんっていうことですね。ところが、こっからまたその無垢無謬性論争で、まあ、コップの中の嵐でわっちゃわっちゃやって、失われた10年、20年っていうことに実際は言ってしまった。不幸ですよね。もっとそんなわっちゃわっちゃ内輪でやらないでね。外の向いてやっていったら、もっと前向きな10年、20年であったかもしれない。でも、住んだことはね。イスラエルのバビロン捕囚じゃないですけど、そこを今読んでるんですが、自分たちが悪くってバビロン捕囚になった。だけど、神様もう一度回復させてくださるよ。で、回復した後はいいけどね。今落ちぶれて、バビロンの国に捕囚として連れてこられて、その日々は無駄でダメじゃなくって、まさに、その今、バビロンにある日々こそが、あなた方のためのね、計画をよく知っている。それは幸いの計画である。その幸いな計画である。その計画は、バビロン捕囚の日々そのものなんですよ。聖書をじっくりと読むと。ね。ですから、日本の福音派教会が、無垢無謬性論争でね、10年20年浪費した。カリスマ問題でも10年20年浪費した。わっちゃわっちゃしてる。うん。そこに自覚することがあったとしても、
そういう中でわちゃわちゃしてる。それはもう神様の御手の中でね、あなた方のために立てた計画をよく知ってる。日本の教会のために立てた計画をよく知ってる。だからあんたたちがわちゃわちゃなることぐらいはね、分かっとりますよ。ね、あんたらがお母さんの母の胎の中にある前からそれは分かっとることでね、あんた方のためにその計画っていうのがね、私のその火曜日のね7時からのお話、その計画、それから発明とかそういうふうにも訳し得るね。だから A、B、C コースのどれかをね、いやお宅には B コース、お宅には C コースじゃなくって、三浦には三浦のコースね、 S 君には S 君のコース、 Y さんには Y さんのコース、オーダーメイドなわけですよ。神様の計画っていうのは発明なんですよ。私のための発明をね、神様はしてくださってるわけで、そういう計画を与えてくださって、それは将来と希望を与えるためのものだ。だから日本の教会にも今わっちゃわっちゃなってる自覚があって、でどうするねって言ってても、そこは信仰ですよ。神様はそういう風にしてくださってるってことを信じていかないとね。でもそれはやっぱり反省すべきところをピシッと反省する、改めるべきところを改める、で今度は同じ失敗をしない、そのための学びに歴史的営み、歴史の営みってあるわけでね。だから私はクリスチャン新聞タイムスリップっていうことで紐解いてるわけですよね。歴史を紐解いてるわけですよ。私たちが一緒に生きてきたね、日本のキリスト教のまあ半分とか三分の二ぐらいをカバーするような歴史をね、紐解いてるわけですよね。だから心して聞いてほしい。ちょっとね、もう半をこんな回ってしまいました。ボンが鳴ってからね、もう一分も経っちゃいました。ちょっと中身に入りませんでした。また明日ですね。で、お聞きになってるあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送これにて、失礼させていただきます。オーダーメイドの計画。じゃあね、失礼いたします。